始まっちゃいました。サイテアオチャンネル、ママです。今日は尼崎の激ヤバショップフラテリートさんに来ています。お邪魔してます。で、今回はショップオーナーさんが激戦一押しするキャンプギア5000を、紹介していきたいと思います。はい、ショップのオーナーさん、糸田川さんです。はい、はい、ここで、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。糸田川さんです。はい、前もってちょっと5つキャンプギア選んでもらったんですが、はい、早速紹介してもらってもいいでしょうか。はい、はい、手短なところからいきますか。あ、そうですね、はい、手短にちょっとレジ横に、はい、こちらは私もよく買わせてもらってるんですけど美味しいです。美味しいです。はい、まあ、インドセットみたいになってるんですけど、うん、チャイと、最近出たこのサバ缶これ初めて見ました。カレーと、はい、あとチキンカレー、はいはい、全部、まあ、すごいこだわりのスパイス商品になってて、まあ、バラでスパイスを買うと、まあ、味付けもそうなんですけど大変すごく難しい商品をもう、うん、一本化してくれてるんで、うん、簡単に食べれる。で、まあ、大体カレーで1袋で3人前から4人前ぐらい作れるんで、まあ、割とリーズナブル。ただまあちょっと結構スパイシーなんで、うん、子供にはちょっとちょっと辛いかもしれない、はい、ただ大人の集まりとか、うんうん、ご家庭で大人でちょっとまあ美味しいカレー食べようかなっていう時はご家庭でも使えるという、うん、はい、スーパーカレーセット、はい、でございます。これ一つでチキンカレーが出来上がってしまう。チキンだけ用意したらいいんですよね、はい、そう、鶏肉、鶏と玉ねぎ、トマト缶でチキンカレーこれが出来上がります。はい、まあ、もちろん、まあ、水とかは切りますけどね。はい、サバ缶は、じゃがいも、玉ねぎ、醤油味サバ缶が2缶。おお、はい、2缶、はい、はい、で3人前前後ぐらい。あとこっちはチャイなんで牛乳と、まあ、いわゆるミルクティーとして、あ、はいはいはい、はい、使ってもらえれば全然アイスもホットも飲めるという。アイスも、はい、いきますいきます。だから夏も冬も関係なく、あ、そうそうそう、いいですね。で冬はそうですね、冬はあとホットワインっていうのがあるんですけど、そう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 、はい、ちょっと今あ暑いんで、暑い、ちょっと涼しくなったら、ね、はい、また出てきますんで、よろしくお願いします。こちらシリーズありますんで、はい、まず一つ目です。はい、はい、じゃあ2点目です。はい、こちらブラックスミス、ブラックスミスさん、はい、まあガレージブランドさんです。はい、はい、こだわりのアイアン製品作ってる方で、うん、まあお知り合いになったおかげでちょっといろんな商品をいただいて、そうそうそう、いただいてるんですけども、はい、これめっちゃ真っ黒っていうのがかっこいいですよ ね、 そうですね。なかなかこの丸でこの形でっていうのは珍しいかな、初めて。まあステンレスで言えばソロストーブっていうのが有名になってるんですけど、まあ、これは逆に言うとステンレスじゃないですよ、ギンギラギンじゃなくて、うん、アイアンの黒さを際立たせる、まあ、商品になってますね。うんうんうん、で、まあ、あれと同じように二次燃焼することが可能になってるんで、うん、はい、すごい、すごく二次燃焼、そうなんですよ、二次燃するし、うんうん、と、まあ、例えばこっちで説明すると、うん、ここの穴で二次燃するんですけど、あ、はい、はいはいはい、で足もついてるんで芝生とかを焼くこともないし、うんうんうん、はい、あとは外れるんで、あ、めっちゃいい、はい、例えば薪をこの中置いてここで燃やせば、うん、ここから光が漏れるという、あ、今流行りのこれ、そういうやり方もできる、はい、だから、ね、2つ楽しめるんで、うん、この商品としてはすごく楽しくて、であと掃除も、まあ、言うたらもうこのままジャジャッと持って、うん、捨てるだけなんで簡単に、それはいい、これが小型版と、あとこっちが大型版という2種類展開、2倍ぐらいの大きさですね、そうですね、だいたい40センチ、20センチサイズの2つに分かれてて、はい、すごい可能性を秘めた、はい、そうそうそう、一品になってますね。そうなんですよ、はい、すごい、これからの季節楽しくなってきたらね、そうなんですよ、これからね、秋口からどんどんまた楽しくなってくる、ね、いいですね、これは。で、これも
これかっこいいなと思った。はい、こちらのランタンスタンド、はい、これテーブルですか？これね、あ、そうなんです、中間テーブルとして使えて、焚き火横でアイアンなんで、うん、使っていくことが可能になってます。今はこれちょっとスタンドで立たせてるんですけど、はいはい、基本は打ち込みで20センチを打ち込んでもらうと、だいたい高さ150センチぐらいのところで止まって、うん、テーブル脇で、はいはいはい、ランタンを使うことができるようになってます。なるほど、はい、で焚き火横でやるときはここにまあシェラカップ乗っけたりとか お酒乗っけたりとか、うんうん、何でも使えるんで、あ、めっちゃいい、はい、中間テーブル、もちろんこれ二分割式なんでここから外せば抜けるんで、いらなければこれ外して、あ、もうただのランタンスタンドになるで、逆に上の方につけることも可能になってくるんで、あ、すごい、すごい、これも面白いギミックがいっぱいまだついてて、で、あと面白いギミックとしてはあの上の部分にあるんですけど、ギミックというのがこの状態で上げていってここロックするだけでもうかかるんですよ。だからこれでもうロックかかってるんで、まあこちらから押されればあれですけど、基本的には自重かかってるんで落ちることがないという状態で、あとは縮めれば短いランタン、伸ばせばペトロマックスみたいな大型のやつでも、はい、耐荷重が耐えれるんで、すごい、すごいなこれ。そうなんですよ、いろいろとアクションできるけど、アイアンでシンプルな商品。ただまあこのアイアンも表面すごい粉流塗装されてるんで、そんなに簡単に錆びこないし、長くこう遊んでもらえる商品。まあ錆びんのもいいんですけど、やっぱその錆びもちょっと悲しいから、あの、はい、やっぱりその良さっていうのを、このブラックの良さっていうのが出てるのがこのブラックスミスさんのいいところ。さすがブラックですね。そうですね、はい、ブラックスミスさん。二つ目はブラックスミスさんの、焚き火台、なんて言うんですか。これは一つ目が、二つ目は焚き火台ですね。あ、焚き火台、はい、で、はい、まあ続けて言うとこれは、イティア、ギリシャ語で柳っていう名前の、ランタンスタンド、ランタンスタンドでした、はい、ですね、ありがとうございます、はい、じゃあ次三つ目、はい、いきたいと思います。はい、三つ目、これは私もゴリゴリに押させてもらった、あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。ゴールゼロのランタンシェードです。ムックデザインワークさんの、ランタンシェード、はい、で無垢材を作られを使って、家具とかを製作されたりとか、あとはその重機、建物の、重機とかを納めておられる方が、おられて、でその方にちょっと特別にお願いして作ってもらってる商品になります。だから無垢材すべて、一点物になってるんで、はい、木目が全部違うんですね。そうですね、あと材が今どうしても入荷しづらい状況になってるんで、その物が入った時だけ、これに合わせて作ってもらっているという状況になってます。だからなくなってしばらくなくなる可能性がある、はい、だから押しときながらもないという状況もあるので、はい、そうですね、はい、こればっかりはもうですね、うん、しょうがないですよね、はい、なのであの入荷した際はもう競争です、はい、まあ、特にこいつなんかは黒ね、はい、そうですね、あのお買い上げいただいた、そう、はい、私いい時に行ったと思います、はい、もう今ないですね、インスタで見てすぐ来たからありましたけど、 今はちょっとないです、すいません、はい、まあでも入荷した際はインスタでお知らせ、そうですね、また、はい、はい、ご紹介させてもらいます、はいはい、特にこいつなんかは数多分次回もこの数点入るか入らないかになってくるんで、うん、作った後に、うん、まあ、タニンが出てるものが状態が良くて、で鉄染めがうまいこといけば、出来上がるという商品なんで、上からそのスプレー振って仕上げてるわけじゃないんで簡単に仕上がらないんですよ、はい、だからまあ黒はそうなんですよ、まず作った上でプラスアルファでやるという状況なんで、なかなかいいものが仕上がるかどうかっていうのはもうその人次第になるんで、はい、なるほど、お任せしてます、はい、なのでタイミングが良かったらゲットできます、はい、はい、よろしくお願いします。買ってみてください。雰囲気的にはウォールゼロでやると、こんな感じで、目に直接当たることなく、うんうん、光だけをうまく下に拡散してくれるんで、そう、はい、この前初めて使ったけど、すごくいい雰囲気ですね、うん、はい、雰囲気がめっちゃいい感じでした。あ、この紐は C&C さんっていう
ガレージブランドさんが作ってくれてるんですけど、まあ、こういう黒の革紐と革ベルトとかと合わせるとより一緒、うん、黒とかね相性が良くなるので、まあ、色他に切り替えてもらうときは、まあ、ベルト買ったりとかしてもらったら雰囲気がまた、うん、そうですね、はい、出てきます。そう、私これこの前カーキ買ってしまったんですよ、ね、ああ、はい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 、また黒欲しいな思ってます。ぜひぜひ、はいはい、よろしくお願いします、はい。3つ目は、ゴールゼロのランタンシェードでした、はいはい、よろしくお願いします。はいじゃあ4つ目です。はい、はい、4つ目です。お願いします。はい、これは、まあ、当店完全オリジナルバッグになっています。巻きバッグのファゴットという、はい、商品になります。はい、はい、これはもうこちらが初めて来た時から気になってた一つです、はいはい。素材的には、まあ、これちょっと雨濡れて撥水してますけど、うん、はいはい、9号帆布という、まあ、ホロ社とかに使われてる、うん、まあ、頑丈で軽い、帆布生地に、うん、ロー引きって言いまして、ロー馴染ませてる商品になるんで、防水だったりとか、強さだったりとかも両方とも兼ね備えた生地素材になってますね。すごい。で、まあ、なぜこれを作ったかっていうと、まあ、もともとは、はい、キャンプ場に薪を買いに行った時に売ってなかったんですね。売ってなかった。売ってないキャンプ場もたまにあるんですよ。ああ、はい、確かに。売り切れてますとかなくて、うんうんうん、でその日もう焚き火できなくなっちゃったんで、じゃあ家から薪を持っていこうとした時に、はいはい、普通のバッグだと上が空いてるんで、うん、木くずが落ちるんですよ。木くず落ちると車のなんていうかナイロンのとこって全部刺さってもう抜けないんですよ。確かに。もうそれがめっちゃイライラして、めっちゃあるあるですねこれは。それが嫌になったんで、うんうん、もうここにもう薪を一束半ぐらいは入れれるんで、入れて、はい、で巾着状にこう締めて、うん、もう完全に、あとはもうそうそうですね、はいはい、でもう一応これ防水、半防水みたいな感じで効いてるんで、うん、もうこのまま持って行ってしまえれば現場でそのままドン置きで使える。はい、すごい。しかもここなんかあれですよね、斧とかさせますよね。そうですね、3箇所、1箇所、うん、2箇所、3箇所、入れる場所があって、このベルトループは、まあ、斧を止めたりとか、はいはい、っていう感じで持っていけたり、手袋を入れたりとかっていう感じで持っていけますね、はいはいはい、あとまあこう型で背負ってもらった時に、うん、僕を持って、キープできるようになってます。はい、おすごい、はい、それはまあ右でも左手でもどっちでもいけるのと、はいはい、あとまあこう持った時に車に積み込む時とかにこうやって持ってドカッと横積みでも両手でね、はい、そうですね、持ってるっていうのがなってますね。お、はい、これアウトドアフェスで売り切れたんですよね。そうですね、持っていて売り切れてて、この実はこれ作ってもらってるのが、うん、僕のずっと知り合いの方で、はい、大淀の方である丸山商店さんっていうカバン屋さんがあるんですけども、そこの方にちょっと、まあ、かなり無理やりお願いして無理やり作ってます、はい、私の、まあ、父の代からのもうお知り合いの方なんで、はい、そこの今の会長をやられてる方、はい、もう今年80ちょいになってる方だと思うんですけど、すごい、はい、もう無理やり働いていただいて、低賃金で働いてやっていただいて、低賃金で、はい、はい、怒られるわ。怒られるよ。怒られるわ。はい、ですね、すごい。じゃあ手作り、完全ハンドメイドですね。すごい。はい、でこのラウンド形状の、うん、こういう丸型のやつを作るって作るとめちゃくちゃ難しくて、四角形とかは結構できるんですけど、この丸で作るってまあまあ難しくて、しかもこのホロだから硬いんですよね。触ってもらったら分かるんですけど、硬くてしかも軽いというのが、あ、めっちゃ軽い、めっちゃ軽いんですよ。いや、これめっちゃ軽い、めっちゃ軽いです。いや、そう、重そうに見えてめっちゃ軽い、めっちゃ軽いんですよ。だからまあこれを作らせるのに税込み1万3000円で売ってくれるなっていうレベルはほんまはそうなんですよ。2万円は超えるという商品なんですけど、もうよしみでこの値段作ってもらってるという状況で、はい、すごい。これぜひおすすめしたいです、はい、めっちゃ軽い。まあちょっと大量生産できないんでね、なくなったらちょっとまたお待ちいただいて、またこれも、はい、ということです。はい、はい、はい、ありがとうございます。ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。じゃあ4つ目はこちら、はい、丸山商店オリジナル、はい、オリジナルバッグでございます。ファゴットでした。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ5つ目最後の商品は、はい、こちら皆さんご存知、シーカーさん、シーカーさんです。はい、まあ、シーカーさんっていうか、まあ、ハイドラパックさんっていうメーカーさんの作ってるこういうナイロン系を
利用した各種いろいろさまざまなタイプの、ウォータータンクですね。ウォータータンク、はい、はい、になりますです。まあ、大きな特徴としては、ほとんどにものに対して言えるんですけど、そのままキャップ水を入れて、はい、キャップをして、凍らせることが可能だということで、まあ、あのドリンク剤としては、まあ、現地までは保冷剤として持って行って、溶けた水、冷たい水が飲めるというのが一番のメリットですね。で、まあ、シーカーはどちらかというとキャンパー向けモデルというわけではないんですけども、まあ、キャンパー向けに近くて2リッターとか3リッター、はい、で、あの、まあ、もう一回り大きい4リッターっていうのもあるんですけどね、うちちょっと2リッター、3リッターしか置いてなくて、4リッターちょっと長くて長いはい、あと冷凍庫にちょっと収まりつかにくいから、とりあえず2リッター、3リッターを、まあ、使っていただいた方が楽かなと思って、うん、にしてます、はい、あとは8リッターですね。あ、8リッター、一番でかいやつです、はい、はい、でかいやつです。この前、この3リッター紹介させてもらったんですけど、はい、その時の質問で、はい、水に匂いがつきませんかっていうのがあったんですけど、はいはい、これはどうですか。ある程度ゼロではないです。ゼロではないです、ね、ゼロではない、はい、ただあの使っていってもらう間に徐々に匂いは薄れてはいくので、はいはい、はい、なんかゴム系の匂いですかね。基本はそうですね、100% ないものになるとポリであったりガラス系の容器であったりとかってなってくると思うんですけど、どうしてもそのあったかい、ところに置いておいたりとか長時間、放置しっぱなしになってしまうと若干匂いが移ったりとかするので、はいはい、まあ数回洗って、使って凍らしたりとかを繰り返している間にだんだん匂いが薄れていくので、はい、まあ、個人差がありますから 100% 感じなくならへんよ、いつまでたってもずっとあるよっていう方もおられるかもしれないし、僕はあんまも気にならないぐらいの感じで使っちゃってるんで、はい、あれなんですけど、まあ、あとはそうですね、まあ、使い方次第にもよるんですけど、まあ現場に持って行って調理に使ってもらったり、手洗いに使ったり、皿に洗うのを使ったりとか、まあ、いろんなものに使って、はい、であとは、現場のお水を入れてもらって、そのままひっくり返してぶら下げてもらって、まあ、これちょっと以前のサイズ感なんですけど、まあ、シャワーヘッドみたいな感じで使ったりすることもできるんで、はい、まあ、そういう意味では、まあ、夏冬問わずして長い間使ってもらえる、あのソフトクーラーに入れてもらってもいいですし、ハードクーラーに入れてもいいです、はい、これはもういろんなことに使えてくるので、ぜひともおすすめできる一つかなと思います。サイズ的にはこれが通常サイズこのままのサイズなんですけど、はい、言うたら縮めてしまえば、あー、めっちゃ小さい、かなりコンパクトになってくれるんで、うん、はい、この袋に入りますもんね。そうですね、この袋に入れてしまえれば、ペロペロのやつを入れてしまえれば、それで終わりという状況になります、うん、かなりコンパクトキャンパーですよ。いい気分は言えるキャンパー。結構すごくあの便利な。便利ですよね、はい。凍らせるの私初めて知ったから、ね、はい、次は凍らしてみたいと思います。ぜひ凍らせていただければ。はい。使ってみます。ねえ、いろんなサイズあるから。そうですね。いろんな人に。いろんな人に。あとはまあ口が大きいので、はい、乾くのも。ああ、はい。ちっちゃい口だとなかなかなんか乾かないですけど、確かに、これはもうあっという間に乾いちゃってくるんで、うん、すごく便利です、ね。いいですよね。はい、いろんなアクセサリーもあるので、はい、こういうのも非常に便利なアイテムなんで、ね、便利です。メーカー違いなんですけど、カタダインっていうブランドさんがあって、ここに浄水のブランドなんですけどね、実はこの下の部分を供給しているのがハイドロパックが供給してて、ここの光景が一緒なんですよ。ほう、だからまあやる人は、まあ、ここのパーツ外してこれを差し込めば、いったら浄水することも可能にはなります。すごい。まあ、飲み水とか。そうそうですね。だからこのカートリッジだけ買って使う人も中にはいてます。ああ、なるほど。使い方では、はい、そんなこともできる。できます。すごい。可能性が広がって。そうですね。まあまあいろんな割れないですね。はいはいはい。破けにも強いです。耐熱性とかかなり強く。はい、めっちゃいい。ぜひぜひ、はい、お使いいただければ。はい、ありがとうございます。はい、で、これで5つ全部終わりました。はい、が、はい、5つ目がハイドラパック、はい、シーカーです。シーカーでした。はい、次は私がちょっとお店で見て気になったものを
紹介したいと思うんですけど、はい、こちら焚き火フライパンです。これって蓋付き、はい、蓋付きです。パエリアとかができるやつですね。この枝は現地調達、はい、そうですね、現地調達。へー、はい、いやそれめっちゃかっこいいな思って。枝って簡単に見つかるもんか。この削る感じですかね。現地で見取った枝か、ま、薪とか持ってたやつを削るとかしてもらう感じ。なるほど、はい、ここに入るように。そうそうそう。いやーかっこいいな。これちょっとプッシュクラフトの。そうですね、はい、で以前まではその蓋付きっていうのはなかったんですけど、まあ、調理の幅を広げる意味で蓋付きができると、まあ、調理の幅が広がる。確かに、はい、蓋ついてたらやっぱご飯とかね、パエリアね、そうそう、まだそういうやつが使えるし。うん、はい、です。気になりました、はい、ちょっとこれちょっと欲しいなって、はい、だいたい枝なくなっ枝が見つからないから持って行って見つけた枝は次回も使う人が多いですね。ああ、そういうことか、はい。あ、いい枝見つかった時はね、前枝のこれの言うて一回で終わらない。ああ、そういうことね、はい、あ、これ枝それを燃やす人なかなかいないですね。だいたいそれ使い回しですね、しばらくは。ああ、そらそうや、はい、そらそうだ、はい、あ、それはいいな。枝探しっていう仕事も、はい、ね、はい、楽しいかもしれない。そうですね。じゃあもう一個いいですか。はい、もう一個は私も持ってるクーラーショックです。クーラーショック、はい、でなんかいくつかこのコメントもらってて、はい、なんで、あの他 の、はい、あの、はい、ロゴスとか、はい、給食レートみたいな、はい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 、出てるじゃないですか、はいはい、それに比べてそうですね、どうですか、あの冷えというか持続性というか。持続性はあります。あります。そのいわゆる急速冷凍に比べると、うん、カチンコチンに凍らせるまでの力っていうのはそこまで強くないんですよ。ただそのなんて言うの、逆に言うと僕ら大型のクーラー使ってる人とかもそうなんですけど、一、うん、回予冷してあげないと、うん、クーラーボックス冷やしてからじゃないと、あの次勝手に冷たいもの入れたら、うん、あのそいつがクーラーボックスが熱冷気吸っちゃって、はいはい、あのすぐ溶けちゃうから、うん、僕は急速冷凍でクーラーボックスを冷やして、はい、でこいつ8時間ぐらいで凍るんで、はい、だからそれまでに入ってたロゴスのやつをクーラーボックスへ、あで空いたところにこいつを入れて、で次の日の朝はロゴスを外して、はい、でこいつを入れるという流れでやると、スムーズに冷凍庫が、満タンにならずに使える、うん、両方ともいっぺんに入れるってなると、ストッカー持ってる人だと多分使えないんで。確かに、はい、あ、そういうことか。あ、ただまあ一例ですけどね、あのな、まあ、皆さんがどういう使い方するかいろいろあると思うんですけど、ただまあソフトクーラーボックスの入れ物のサイズ感だったりもあるし、差し込みやすさとかっていうのもあるんで、クーラーショックのいいところはやっぱ薄さもあるし、あ、はいはい、いろんなところに差し込めるっていうのが最大のメリットだと思いますね。確かに、これは S サイズともう一個 M があるんですね。 M、はい、M サイズと L サイズ、はい、L サイズめっちゃでかいです、はい、あの大型クーラー使ってる人はこれをまあ例えば3枚4枚使ってもらったりとかしてもらえると、長時間にわたって冷やすことが冷えるんですね。はい、そうですね。あ、よくわかりました、ありがとうございます、はい、いや M サイズだけしか持ってないけど、 M サイズが売れちゃいましたね。結局ね、一番使いやすいですよね。30リッタークラス4枚ぐらいで1泊2日分のサイズなんで、お、はい、はいはい、まあ、だいたい使ってるクーラーって30から40前後ぐらいのリッターのやつだから、まあ M サイズが使いやすいかなっていうのと、うん、L サイズでかくてクーラーとか入らへんよ。確かに、はい、はい、です。併用してもらったら一番いいと思います。一番いいですね、はい、もったいないですね。うん、はい、今度やってみようと思います、はい、そんなやり方で、で以上で、オーナーさんのおすすめするキャンプギア、はい、5選と私が気になってる2つ紹介していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもあのフラッテリートさんにはお世話になってるんですけど、ぜひ尼崎に来た際には寄っていただけたらいいなと思います。はい。
はい、よろしくお願いします。お待ちしてます。糸田川さんでした、はい、ありがとうございます。じゃあ今回の動画はこちらで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では次回会う日まで、次回会う日までええのこんなカミカミでもう一回いいですか？はい、じゃあまた次回お会いする日まで、バイバーイ。ありがとうございました。